どうもこんにちは。かわいい。ポコ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 。もう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 。かわいい。あんたなんか分厚いな。分厚いけど可愛いもんね。分厚いのが可愛いんだよね、バカちゃんね。どうもこんにちは。ポコちゃんのぺったんこの頭が見えてる。かわいい。もふもふかわいいやろ。今日はテストが帰ってきた。何やったっけ。英語と国語と英語と国語と美術と理科と体育、保健体育。帰ってきた。風邪ひいてない。技術の先生風邪ひいてたで。おもろ。今日さ会えたらなんか集会やったから、6時間目になんか全員集まるやつやねん。朝あるのはなんか学年だけやからおらんねんけど、その技術の先生けど、6時間目のやつはなんか1時間使ってやる集会やから、長いやつでなんか全員集まるんですよ。他の学年も全部だから、おるかなと思って探してたらおらんくて、え、休んでろと思って、体調不良って思ってたら、なんかね、その学年主任の先生とたまたま目を合ったから、昨日大阪マラソン行きましたって聞いたら、大阪マラソンといえばあの丸々先生が風邪で引いたみたいやなみたいな感じのことを言ってきたから、あ、風邪だったんですねって言って喋ってた。ランナーズアイっていうアプリでなんかずっと序盤から泣きマークになってて、で気がついたら35キロ地点からタイムが書かれてなかったので終わったのかなと思ってみたいなことを言ってて、結局ダメみたいですね。なんて可愛いのお子ちゃん。何が起きたか分かってない？なんかあんた埋もれてるな、自分の皮に。あー、かわいい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 。お目目見えてないやん。もふもふ。私はこのボサボサ具合が好きなんやねん。なあ、バカちゃん、かわいいやね。ほら、もう見てもむにむにむにょーんって感じやね。かわいい。見せて。無理。嫌やな、ぽーちゃん。なりたくないな。嫌やって言うてる。だからあかんねんな。めっちゃ眠そうな顔するやん。お姉ちゃんも眠いわ。筋肉痛の人、お父さんが全ての動きがゆっくりになってた。おもろ。あじさんもしんどいやろな。この先生めっちゃおもろいねんけど。風、やっぱり風やったかな。過酷ですもんね。マフ、何笑ってんねん、何笑ってんねん、何笑ってんねん。かわいい。おててちゅうなぐ、おててちゅうなぐ。おめめパチパチして、おっきいなおめめ、かわいいな。クリクリやな、ポコちゃん。クリクリプニプニモフモフ。
ぷにょんぷにょんやな、もう可愛いんだから、可愛すぎて眠い。食っちまうぞ。クマさんは復活してた。インフルやっと終わったんやって。よかった。でもまだ咳してた。ペンギンはずぶといので元気です。ペンギンはまあなんとかは風邪をひかないって言うじゃないですか。だから元気です。ペンギンはそのなんとかに入るんでしょうね。超元気ですよ。かわいい。まま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 ま皮たるんたるんやな。毛皮のコート作れそう。ペラペラ、マフマフ、ペラペラ。かわいい。国語のテスト良かったよ。何よ何よこの気の抜けた手は。力入ってへんで。ほらテロンテロンテロン。これお手てないんけど力入ってない。かわいい。あんためっちゃなんかいいの音聞こえんねんけど、消化してる？もしかしてなんか食べた？ミミお顔やめろって顔してるわ。出てちゅないでるねんな。国語はなんかそんな自信なかったからっていうか、私はテスト終わった後って基本全部自信ないねんけど、自信なかったんやけど、取りに行ったらなんかペンギンがよく頑張りましたって言ってて、メモ見てくれへんねんけどな、こう渡すねんけど、小中学校とかで多い、高校は知らんけどおるんかな、わからんけど、なんかプリント配るときに後ろこうやって見やんとこうやって渡す人みたいな感じでこうやって渡されてんけど、よく頑張りましたって言ってたって思ってるって感じの渡し方やったけどな。でもそんな低くはなかった。え、学年で割と、学年ちゃうわ、クラスで割と高い方なんやけど、それはさ一番高い人は知らんで、けどその 何点のところが何人みたいな分布表があんねんけど、それの人数的にな、めっちゃな上の方やったで。国語は英語はひどい。英語ってなんであんな分からんのやろな。重たいけど練習行かなあかん。いや別に行かなあかんことないねんけど、取った方がいいよねっていうね。ポップキャン、プリ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 、かわいいね。かわいいポコ。割とな、全体的に良かったで、今日返却の強化は。明日のは知らん。地頭良くないよ。だって小学校の時さ、ひどいで。そのめっちゃ嫌いやった先生に、なんか、私の親友がな、おんねんけど、なんか昔から仲いい子。その子に、まるまるは地頭いいからなって言って、その隣におった私の友達に、まるまるも、あ、地頭いいよなみたいなこと言って、でもう一人おったんかな、分からんけど、なんか「まるまるも頭いいよな」みたいな「地頭いいよな」って言って、黒島はこの4人グループで3人地頭いいよなって言って、黒島は
一人だけ言わんとかあるってなったことがある。あら、じゃあ頭は良くないんじゃない、知らんけど。そんな人おんねんな。お世辞でも言うやろ基本な。バカバカ、配慮のできないおじさんはとても見苦しいですね。なんか今日コメント少ないな。こんにちはしかない。どういうこと、地頭じゃなくて顔がって、どういうこと。その4人組の中の3人は可愛いけど黒島だけ可愛くないってこと。余計うざくするやん。28？ まあな、もう28な。公園やから行かれへんねんけど、学校でなんかイベントあんねん。こういう日に限ってね、ボクちゃん、こういう日に限ってなんかあるんですよ。別にいいけど、絶対後日その話でいっぱいになるんやろなと思って。いいなぁ、アンジさんの頭はいい形だよね。綺麗な形してるよな。取り替えてほしいわ、なっこちゃん。かわいいポコ。眠たーい、ポコちゃん。眠たーい。あんたかわいいな。ぴよぴよやん。髪型どうするん。何も言うわけなかろう。見てのお楽しみ。かわいいなぁ。ハロー。おでこの形おもろ。いつどこで見んねん、そんなもん。おでこなんか見る機会ある？おでこの形綺麗な人？知らん。ジオンさんとか？綺麗じゃない。肌が綺麗からそう見えるのかな。人のおでこなんか見ひんわ。大阪マラソンは年齢制限で基本無理やで。いやし、そんなアンジュさんやから走れるだけで、42キロなんか普通に走れるもんじゃないからね。しかもそれを15歳に走らせようとしている人間はだいぶとやばいと思うで。かわいいですね。何分もかな。もう15分経つ頃やでな。20分から始めたもんな。まだ経ってなかったやな。13位、小さな恋のメロディーさん、ありがとうございます。12位、タカさん、ありがとうございます。11位、まさきさん、ありがとうございます。10位、やすさん、ありがとうございます。9位 KG603 さん、ありがとうございます。8位トミードスさん、ありがとうございます。7位マチカネフキトルさん、ありがとうございます。6位オレオーズさん、ありがとうございます。5位マキコさん、ありがとうございます。4位セイくんさん、ありがとうございます。3位スマタンさん、ありがとうございます。2位ケビンさん、ありがとうございます。1位伊達ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。なんかみんな急に黒島走らせようとするやん、おもろ。
ぽこちゃん、かわいいね。終了、さよなら。練習行かなあかん、めんどくさいな。さよなら。